はい、もあたさんありがとう。お疲れ様でした。アウェー勝利、チーム強すぎ、ナイス。カズノコね、マジで強かったわ。 DS さんが最初あのやばいまくられ方してから動きの悪くなり方がやばくてTS さん多分ね今日1回も対空できてないと思う。さすが三星右大魔王カズノコ。51対大黒の試合はもう大黒がかわいそうになった。俺はもうだって最後51もうあれはガビガビもタポタポも超えてもうバシャバシャなってたもん。51もうバシャバシャっす。あれはねマジで大黒きつそうやなって思った。見てて相当きつそうやった。大黒多分ねチュンリー戦自体はめっちゃできたんですけど、おそらくやけど、まあそのどっちが強いとか上手いとか置いといて、多分モケはさすがに51ほどは球抜けてなかったと思うのよね。だから多分ああいう展開になったことがなかったんやと思う。ああなっちゃった時にその大黒側の引き出しがあれちょっと少なかったようには見えた。モケはブチ切れてました。あれ本当にジャスパーだけで死んだ。結構いやタイミングというか打ち返しなんすよね。あれまあフェンが何やってたかっていうと、てかこれはもう最近強いやつがみんなやってる動き、もう本当に完全にトレンドの動きがあるんすけど、まあすごいよくある、まあ相手の技なんかガードしたから打ち返しとこっていうのあるじゃないですか。これね、こういうのこれなんですけど、これ何してるかって言って、多分これラッシュまでもう入れてんすよ正直。だからこれ相手が何もしてなかったらこうなるんすよ。これだとパリーを見てからえらい人って、あパリー空振ったって言ってこれを見て投げに来るんすけど、これ何がやばいってパリーを見てちゃんと投げようっていう人ほどここの打撃食らっちゃうんですよ。で受ける側が結構やるのが、まあこうやってもう画面見ずにある程度歩いて投げちゃう、投げまで行っちゃうが結構まあありがちなんですけど、これやったら投げられるんですけど、これ損してないんですよ。見といてくださいね。これパリに投げられちゃうとこれ 1.5 本なくなってダメージ2000なんですよ。これ投げられてもダメージ1200でドライブデージ1本しか減らないんですよ。だからそもそもパニカン投げを回避するテクニックなんですけど、何がいいってこれパリを見てからガチで投げようとすると食らうんすよ。これは最近マジで結構みんながちゃんと導入し始めてます。でフェンは多分これをやってた。これ潰そうと思ったらもうパリ見て打撃押さないとダメなんですよね。だから様子見から打撃ね。ちょっと20フレ以上ディレイできないからあれなんですよ。まあ、こんな感じになる。でもこれって雰囲気で押すとこうなるんですよ。だパリ見てちゃんと投げいくか打撃押すかの判断しないといけない。最速ラッシュでもジャスパー取れますか？取れますよ。取れるから強いんですよこれ。ほら前まで入れてるけどあれジャスパー取ってるでしょ。これがね今結構ねメタになってます。近距離ので、僕はなんかベガで勝率あれ結構露骨に上がりだしたのはオーディサイコとか下段ターゲットの後がこれまさにこれが超強い状況なんですよ。これ投げ間以外マイナス3なんですよ。これ投げ間以外で、これも投げ場以外そう。だからここでってやるともうこれラッシュまで入れてるからっていう感じ。これがマジで強い。結構近距離の攻防これ中心に回ってるとこある。上級者がやってるあれメタ行動がもう一個あって、これ別に普通に動画化しても結構良さそうな内容なんですけど、ちょっと待ってください。今言った
ジャスパにもうラッシュ仕込むっていうのと、もう一個がこれね、これこの2個なんですけど、これに対してあの歩きグラップがやっぱちょっとあのやってる人はやってますね。結構これまあチュンリー2択じゃないですか。だから避けるためには投げを回避したかったらバックステかジャンプしないといけない、まあ、もしくはグラップなんですけど、でこれの対が、まあ、中パン上入れるとバックステすると食らうっていう2択なんですけど、ここでワンガードしてこれ歩き投げしてるんですけど、ほらこれ打撃食らってないっしょ。これなんで歩き投げするのかっていうと、ここの超本命タクってこれなんですよ。この2つだけやったら遅らせグラップ狩れないんですよ。だ結局無敵技も狩るし、結局シミ強いですよねっていう。で逆タク中足も食らわんし、無敵技も食らわんし、まあリターン超高いしってなるじゃないですか。でここでやってんのが上級者がこれなんですよ。なんか最近結構やってる人がいるのか、これコパンガードした後この中パンガードタイミングで、中パンガードタイミングまで待って歩いて投げってやってるんですよ。ほらこれ投げるんですよ市民を。そうファジーマイ歩き投げっすね。要は各キャラ、まあチュンリーやったら中足コパンの後一番痛い打撃タクこれじゃないですか。これはガードするタイミング、これまでガードする、中パンをガードし終わったら歩くイメージ。ほんならほらこれ分かりますかね、あの結構後半フレームで抜けてるんですよ投げを。このゲーム実は5よりあれグラップの猶予長くて、5よりあの5フレぐらい、じゃあ3フレぐらいグラップ猶予広いんですよ。だから成立してる防御方法ですねこれ。投げの後半フレームで抜けてる。いろんなキャラのよくある固め連携を頭に入れてないといけないんじゃ、そうっす。なんでまあこれは結構やってる人はやってるよっていう。モケがあれっすね、やりだしましたね。これを狩ろうとしたら一番わかりやすいのは、まず簡単に狩りたかったらもうこれ中足ラッシュコパン、中足ラッシュコパンをガードしてから回避するから、これは抜けれない、ほぼこれはまあタイミング的に抜けれない。であとはこの技、普通中足ラッシュコパンの後この技が連携に来るよねっていうのを思って想定して防御を組んでるから、こういうのは食らう。もう歩いちゃってるからこれ、こういうの食らう。ちょっと遅らせたりですね。ただ大気遅らせるってことはこれに負けます、暴れに負ける。まあっていう感じでなんかいろいろぐるぐる回ってます読み合い。で、あの起き上がりの趣味も一緒で、投げの後さベガとかこうやってこうやって趣味するじゃないですか、こんな感じで。だからリバサでちょっと待ってから歩き投げってこれねレコーディングしたら、重なってる打撃これガードじゃないですか、重なってる打撃ガードで、でちゃんと中足食らわない趣味ほらしようとしたら投げられちゃうみたいな。であわよくば相手のちょっと遅めの投げ重ねも抜けれたらいいなみたいな、これとかは強いよね。結局シミって最強なんですよ。だって無敵技をガードしながら投げ抜けっていう一番痛いところにリターン取れるから、シミって最強大き攻めなんですよ。だからシミにリスクを負わせるためにみんな中足逆タクとかしてるんですけど、今はなんかちょっとファジって歩き投げ、ちょっとメタっていうか、まあ、やってる人増えてきてるみたいな感じですね。Hands in the air.